はい。皆さんおはようございます。FX システムトレーダーの相手です。えー、本日はですね、2020年3月21日土曜日の朝7時30分になります。はい。えー、本日もですね、ユーロドルの、まあ、今週1週間のですね、え、トレード結果の振り返りと、来週のですね、 えー、チャート分析、まあ、およびどういう指し値、えー、逆指し値の戦,、えー、戦略を練っていこうかなという動画になります。はい、それでは始めていきます。えー、まずは最初にですね、えーっと、トレード結果の振り返りなんですけれども、えー、少しレイアウトを、ねえー、変えました、まあ。いつもだったらね、えー、こっち側のところで、 いつもだったら、このトレードというタブを開きまして、左上側にですね、チャートがあって、右側に、成り行きや差し値や、成りき、差し値、逆差し値、逆差し値はこっちですね、逆差し値がある、まあ、注文のね、オプション画面。そして、左下のところに、 まあ現在のポジションとかトレード履歴とかの、えー、タブがあるテーブルっていう画面にしていました。まあ、なんですけれども、今回はですね、えー、ちょっとこっちのオートメイトっていうタブを開いています。えー、オートメイトは、秋州よりのシートレーダーのですね、エキスパートアドバイザー。まあ、自作だったりダウンロードだったりっていうのはいろいろなんですけれども、あ失礼します、まあ。EA をですね、 え使った、まあ、場合のトレード画面になります。もともとのこトレードの画面でも使えるんですけれども、えー、今回はあえて、えー、1つの、まあ、エキスパートアドバイザーの画面で表示しています。はいえー、理由なんですけれどもね、まあ、画面サイズっていうのがまあ一番の理由になります。はいえー、いつもだったらですね、えー、大体これ80%とか20%ぐらいで えー、20%, とかかな20ぐらいで結構ちっちゃくしてね画面をちっちゃくして、えー、トレードの分析をしているんですけれどもそうすると今回作った、まあ、EA と、えー、およびインジケーターですね EA とインジケーターがちょっと文字を表示するタイプで見づらいんですよね、えー、そのため今回は、えー、このような、ねえー、っと画面が大きくできる、えー、オートメイトの画面を使っています オートメイトの画面にすると、ここのところ右側にあったですね、注文とかそういう画面がなくなるので、そのためね、とても画面、チャートの画面だけを表示するので大きく見ることができます。はい、そして、今回作っている EA なんですけれども、EA はこちら。まあ、トゥルーレンジとね、えー、っと、終値から終値までの変化は何ピップスですかっていうのを表示するものになっています。 上ののというのがトゥルーレンジです例えば、えー、ここですかね。ここの3月20日、金曜日のロウソク足の場合は、トゥルーレンジ。まあ、今回の場合だと、安値、高値の差が193ピップス。そして、木曜日からの終値と、えー、金曜日の終値は、えー、プラス5.2ピップスの変化です。で木曜日の場合は、まあ、安値、高値で326ピップス。 え水曜日の終値、ね、えー、木曜日の終値で221ピップスの下落ですよというのが分かります。はいえー、このですね、えー、と文字、数字を表記するやつを、まあ、いつものトレード画面でやろうとした場合、そしてあの倍率をですね下げるとこう見づらくなってしまいます。もう完全に何が見たいのか分かんなくなってしまいます。ということでね、160%、まあ、ギリギリ見ることができる、えー、大きさで、えー とやるには、まあ、このオートメイトの画面、まあ、エキスパートアドバイザーのを使用した、まあ、トレード画面、チャート画面を、えー、表示する必要があったというわけです。はい、そして、えーっとですね、もう一個、えー、インジケーターの方も同じ理由です。これ、インジケーターは、例えばこのヒストリーを見ていただきまして、ここですね。えー、今週1回しかトレードしなかったんですけれども、 金、木、水、火ですね、ここ。えー、3月17日火曜日のところで、まあ、20日移動平均線、60日移動平均線、まあ、あと200日移動平均線が、まあ、ほぼ、H えー、水平に重なるような、えー、場所のところで、交わっている場所で、ここ、跳ね返るんじゃなかろうかという踏んでいて、えー、この踏んでいたところでね、えー、貝の差し値を。 入れて、えー、それが見事にね。34.6ピップス。まあ逆行してまあ、ストップロスに引っかかってえー、3700円の損失になりました。というのが下に出ています。はい、こんな感じでですね。えー、っとその日の、えー、損失はいくらですか？というのがわかるインジケーターがを作りました、えー。この自作インジケーターの方もですね、えー、倍率を80%にするとこう見づらくなってしまいます。 どっちも同じ理由になります。どっちもね、160%ぐらいにしないと文字が見えないので、まあ、えー、それが見える範囲になるように、えー、するために、ね、今回はオートメイトの画面で、えー、お話をしています。はいえー、ということで、理由をお話ししたところでね、今週のトレード結果の振り返り、まあ、1回しかない、えー、トレードしてない上に、しかも、えー、その理由、 というかそうどういうトレーンだったかの概要は、もう、えー、っとですね、画面を変え、レイアウトを変えたという理由でお話をしてしまいました。ここですね。えー、20日移動平均線、えー、60日移動平均線、200日移動平均線がほぼほぼこう交わるようなところだったので、ここのところで跳ね返るだろうという指し根を入れてね、えー、いたところ、まあ、 外しましたというわけになりますますだまだドル高のねトレンドは続くようですという感じですね。はい、まあ、ここのところはね、えー、まあ、34ピップスという、まあ、逆光、ほぼ35ピップスの逆光なんですけれども、えー、ストップロスを入れたまあ良いトレードでした。良い負け方ができたと思います。はい、えーまあ、なぜならば、どうですかね、えー、この日のね、 えー、トレードというのは、ま、ただ先週の金曜日のところから、例えばここのところまで500から600ピップスほどね、えー、ドル高にいっています、えー。で、その500ピップス分の逆行を耐えましょうというよりは、まあ、その10分の1以下で、えー、さっさと切っておいた方がいいですよねというお話になります。はいえーまあ、最近はね本当 えー、トゥルーレンジの値を見てもらえば分かりますよ、ね、193ピップス326ピップスっていう感じでまあつい1ヶ月2ヶ月前のね、えー、30ピップス40ピップス50ピップスいかないレンジに比べたらもう桁が1個上がってしまってるんですよねで、ね、まあほんと桁違いと言っていい値、えー、動きの相場ですのでこういう時こそ素早く、えー、逃げるということが必要なのかなと はい、あのここのところでね、110、えー、114万71円のね、あのまあ、ゼロカットをした私が言えることではないですが、まあ、というか逆に、えー、それだけのゼロカットをしたねあの、アホだから言えるのかもしれません。はいえー、ということでね、まあ、ちょっといろいろと話が脱線しながらになってしまいましたが、まあ、ドル高のトレンドが続くということが読めなかった、まあ、どうなるかわからないですが、まあ、とりあえずドル高に、 えー、ユーロ高になると思っていた指、えー、値は失敗しましたという結果が残っております。はいえー、というのがね、先週1週間の、えー、トレード結果の振り返りでした。さあ、えー、そしてですね、えー、これからこのあとはね、来週の、えー、チャート分析になりますね。 もうちょっとね、うんまあ、トゥルーレンジの部分はちょっと置いとくんだったら、トゥルーレンジの下のね、結果を置いとくんだったら80、80%とかの画面でもいいかなという感じがしますね。えー、まずは、ですかね。こいつを置きまして、まあ、ざっくりね、ざっくりこんな感じにかな。 方ですかね。はい、えー。今現在のドル高トレンドの方に、ドル高トレンドに合わせてね、えー、水平線、まあ、平行チャンネル、まえー、っとトレンドライン及び、えー、チャネルラインという感じで置いてみました。うーんと、なんでしょうね。えー 置き方っていうのはです、ね、今回の場合は本当にボラティリティがでかすぎるのであの崩落線になるようなやり方をやっています。えー、例えばレンジが 20pips、30pips ぐらいだったら本当安値、安値っていう結び方でもいいような気はするんですけれども えー、今回のボラティリティ100ピップスを、まあ、余裕で超える日が、ね、あのずっと続いてますのでそういうところでねいやこれは上ヒゲの騙しなんですよとかっていうことをのほほんと言ってられないのでちょっと大きめに取っています、まあ、念のため安全を見てという感じです、はい、でこの安全を見た状態でですね、えー、どれぐらい、えー、っと現在のユーロドルの、えー、傾向と えー、この後どこまで進むんだろうかという、えー、傾向を見たいと思いますまずはですねここ、えー、3月の10日の火曜日からもうドル高側の方に移行していますねそしてえー、っとですね3月じゃ2月20日の、えー、安値で、えー、2月20日の安値を下回って えー、おりますので、まだドル高はね、えー、続くと思います。ここの安値は、前回安値をねあの、ぶち抜いてしまったので、まだ安値更新はさらに続く可能性というのはあると思います。はい、で、えー、っと、これ、フィボナッチリトレースメント、2月20日と、 2月20日と3月9日の安値・高値を結んだフィボナッチリトレースメント100%を抜けたので次はおそらく138.2%がまあ勝負のところになると考えられます、はい、そしてその138.2%に関してですけれども ね、138.2%に対して、まあ、最近のボラティリティからすると、到達するとしたら、まあ、火曜日ですかね、月曜日、火曜日のところで、まあ、この下、えー、ところ13、138.2%に対する審判が下されます。ここでね、さらにぶち抜くのか、あるいは跳ね返るのか、ちょっと正直分かりませんが、えー、っとですね。 まあこのまま少なくともそこまでは進むと考えた方がいいと思いますはいえー、いきなりねあのここから逆行っていう可能性もゼロではないんですけれども、まあ、まずは火水木であの月曜日はおそらく調整の回だったとは思うんですけれどもその後が火水木で、えー、全て陰線、えー、でしかも結構なねあの勢いがついている で、さらに月、金曜日のとこでね、調整というか、買い戻しが、ユーロドルのね、ユーロ買い戻しがあったという、これはユーロ買い戻しというより、ドル売りの、じゃあ、ドル買いの人たちが決済をしただけなんじゃないかというような可能性もね、あるかもしれないですね。で、買いえー、ドル買いをした人が、決済をして、ドル売りになったんですけれども、 ここで売り、ドル売りでこう上がったところでもう一回下げようと改めてドル買いに入り直していたんじゃなかろうかとまあ実際どういうプレイヤーがねどうなっているのかというのは私たちには見えないんですけれどもまあ値、ね、動きとしてね一回ユーロ高、まあ、ドル安側に行ったんですけども一回ドル高側に、えー、叩き戻されました、はい、というところからねまだ月曜日火曜日 月曜日で調整の買いが入ったとしても火曜日あたりまで、えー、はこのドル高トレンドというのは少なくとも続くと考えられます。はい、でその後どうなるのかに関してはちょっと読めないですね。はい、まあドル高の方に進む理由今あ,のあくまで値動きからだけお話をしているんですけれども。 あのファンダメンタルの話からしてももしかしたら、えー、これは説明できるのかもしれないです。えー、というのもですねえー、っと今年というか去年の末去年の末今年の1月からですねあたりで、まあ、中国の武漢でですねえー、っと、まあ、最初に流行があった、えー、流行して、まあ、その後世界に広がって まあ、コロナウイルスですね中国の武漢で、えー、流行したというニュースがあって、えー、そしてその後世界に広がった、まあ、コロナウイルス新型コロナウイルスですね、えー、これの関係で、まあ、全世界の、ね、企業が、まあ、大きなダメージを負っていますそして企業がダメージを負っているということはまあ とりあえず、株式に関しては少なくとも今は手を引いておこうという感じですかね、あの方が多いのではないかと思います。まあ、とりあえず、えー、っと、高値掴みをしないようにさっさと切っておこうという感じ。あとは、えー、っと、決済手段であるドルに戻しておこう、現金に戻しておこうという考えがあるのではないかなというふうに考えています。えー、現在のとこね、あの、 株式のとこが、まあ、損失が大きくなるんだったら現金の方にしておく。でえー、もっともっと下がったところで,です、ね、株安でドル高っていうか、まあえー、と現金の価値が高くて株式が安いんだったら、まあ、それは買い時と言えるのかもしれません。まあ、落ち着いてきてからもう一回、ね、底打ちをし始めたところで徐々に仕込むというパターンになるのかもしれません。 まあ正直、えー、私はあの単なる、ね、個人投資家ですので、まあ、今言っているのは予想というか妄想に過ぎないのかもしれませんがお金の動きですかね、えー、全世界で株安になっていて、えーまあ、ちょっとドルの方が、ね、一気に売られましたがまた最近買い戻されているとかドルが買われているという傾向からすると、えーまあ、ここ数日としてというかここ2週間ぐらいの動きとしては 現金として持っておこうという流れ安全資産というやつなのかなという気がします、まあ、じゃあ金はどうなんだっていうとちょっと私金の相場の方は、ね、ほとんど見ていないんですいませんニュースで語れるニュースとリンクさせて語れるようなものはないんですが少なくとも決済手段であるドルっていうところにね、まあ、人気が集まっているんじゃないでしょうかということはまあ予想することができますはい そんなわけでですね、えー、っと、決済手段であるドルに関して、まあ、これが買われて、えー、138.2%の戻しまではいくのではないでしょうかというふうに考えています。はいえー、そしてですね、えー、そしたら、じゃあ、ドル高トレンドになるだろうという予想の下で、 ど,うですかね、どこに差し根を入れますかっていうと私はここに入れようかなと思いますはい、えー、5日移動平均線のところにねタッチして、ね、30ピップスっていうのはどうしようかなというのは迷うんですけどね30か50か50ですかね50ピップス逆行はい、えー、したらそこで切るという感じにしようと思います まあ今現在、えー、っとですね、このところに、まあ、552ピップス、うんとまあ、ここでいった段階で300ピップスぐらいになってしまうので、まあ、3万円ぐらいになるんですが、まあ、ここでどれだかになりますね、どれ安になりますねというのが分かったら、まあ、一度切ってしまって、こっちも決済してしまって、えー、それでやって3万、 プラスになれば3700円のマイナス、こ5000円のマイナスというのは十分ペイできるようになりますので、悪くない考えなのではないかなというふうに踏んでいます。という感じでですね、来週はまず月曜日、火曜日、月曜日に調整の買いが入って、火曜日でまた落下するんじゃないでしょうかという感じですかね。月曜日は調整の えー、ドル売り、で、えー、火曜日でまたドル高ドル買いのトレンドが発生して138.2%、火曜日、水曜日のところが、まあ、トレンド継続の判断する、えー、勝負になるんじゃないかなと思います。はいえー、ということでですね今週の内容はここまでとなります。はいえー、皆さんごご視聴ありがとうございました